としては異色のダートスプリント路線で活躍いたしました大成レジェンドをご紹介いたします。日本馬につきましても春風さんとは新年レイブでございます。次は2010年と11年のチャンピオンタイヤのキングカメハメハ、母はシャープキック、母の父はベジロマッチンでございます。日本馬は2歳から8歳の7年間で42戦9勝、2着5回、3着2回、獲得賞金は2億6000万円に上ります。デビュー当初はこの本馬の血統背景から芝中距離路線を歩んでおりましたが、その後戦場をダートへと移し、とりわけスプリット戦におけその素質が一気に開花をいたしました。重賞初制覇となりましたクラスターカップでは6馬身差の圧勝率を果たし、東京杯では前年のフェブラリーステークスの覇者テッタマッタに3馬身半の差をつけての快勝、またG1 初制覇となりましたベイビーシースプリートでは、G1 単勝のスーニラ強豪を相手に3馬身差をつけるレコード勝ちと、いずれも圧倒的スピードで入り、ダート単勝予選の頂点へと上り詰めました。父キングカメハメハは先ほどご覧いただきました、ミッキーロケットが昨年新たに G1 馬となり、これまでに14頭の G1 放送を繰り出す名手号です。また後継馬ロードカナルやルーラーシップの大成功で今や主馬の父として大躍進しております。一方母系は桜木翔世王や桜木キャンドルを輩出する名門クレアブリッジ系であり、本馬も3レース内の決闘構成は配合面においても大変魅力的でございます。なお、本馬の種付けですが、昨年同様受胎条件20万円、出生条件30万円となっておりますので